ケロロ軍曹、ケロロ軍曹超劇場版、ケロロ軍曹劇シンドラゴンウォリアーズであります。超劇場版、ケロロ軍曹劇シンドラゴンウォリアーズであります。は、2009年3月7日公開の劇場版、ケロロ軍曹の第4弾。上映時間は約78分。同時上映は、ケロレイ出発だよ。全員集合。本作から劇場版の作品ナンバーが、 タイトルからなくなっている。ケロロ正体がドラゴンに変身するのが特徴。なお、本作では、過去3作では脇役だった日向秋がストーリー本筋に絡んでくる。2009年7月24日に DVD が発売された。同時上映の短編も収録されている。2010年3月22日に BS ジャパンで初めてテレビ公開された。 2010年3月26日には、テレビ東京で、地上波として、初めて放映された。川上智子が、日向、当時の声を担当した最後の作品でもある。テレビ、東京開局45周年記念作品。日本、奥東京市、アメリカニューヨーク、フランスパリ、オーストラリアシドニー、アフリカタンザニアに、謎の巨大なアーチが出現して1ヶ月後。 ケロロ正体の面々は各地にチリソの調査を行っていた。10日と共にパリを訪れていたタママはある夜謎の歌声に誘われ姿を消してしまう。ほどなくして NY のギロロ、シドニーのクルル、タンザニアのドロロも竜の形をしたエネルギー体に襲われ消息を絶つ。ケロロと当時夏美の3人は10日からタママがいなくなったとの連絡を受け、 たままを探すべく、パリに向かうが、途中でたままが変貌したと思われる、ドラゴンの襲撃を受け墜落。東カと合流し、彼女の親友である少女、シオンと出会うことになる。ありがとうございます。